フランス、ルクセンブルク相手にエンバペ1 G2A の上暴れ。エンバペ移籍後初ゴール来たー。エンバペ早速1 G2A かえぐい。エンバペが現世界一のフットボーラーだと明確にわかる試合。クラウスの鬼のようなシュート。クラウスのシュート見事だったな。本人も驚いてた感じ。クラウスが決めた後のデシャンの表情見た？招集されている理由がわかるよね。デシャンが好きな選手タイプがこれ。これはユーロフランス代表が取りそうだな。盤石だわ。層が厚いし強すぎる。欲を言えばもっと点取って欲しかったけど面白かったからいいや。エンバペは言わずもがなグリーズマンもエグい。